乾燥展示館に展示されている、埋没林ドーム館で展示されている、埋没林魚津埋没林博物館は、富山県魚津市釈迦堂にある、公立博物館、通称、根っこランド。国の特別天然記念物に指定されている、魚津埋没林の展示と、富山湾に現れる、蜃気楼の紹介を行っている。日本博物館協会、富山県博物館協会会員。魚津埋没林博物館のある一帯は、ジオパークに認定された立山黒部ジオパークのエリア内であり、これらについての紹介と展示も行っている。魚津港一帯は、港オアシスの登録をしていて、当館は、港オアシス魚津を構成する施設の一である。1930年魚津港浚渫工事中に、大量の樹根が出土し、これらが1936年に魚津の埋没林として国の特別天然記念物の指定を受けたことにより、同年保存者を建設、1952年には埋没林の発掘を行い、富山産業博覧会の一環として埋没林の発掘が行われた場所を利用して保存館の建設を決定、1953年秋に保存館の水槽部分が完成し、1954年2月に木造平屋建ての埋没林自然保存館を建設。博覧会中は敷地内に動物舎が設けられていた。翌1955年4月には魚津市立博物館として開館、自然科学系の県第1号の登録博物館となった。旧館時代は毎年4月1日から11月30日までの開館となっていた。1990年9月1日より改築工事のため長期休館し、1992年4月28日同地に現在の博物館が 16,336 平方メートルの敷地に竣工した。エントランスホールと各展示館は県道を挟んでおり、地下連絡通路でつながっている。また、テーマ館では、国から交付されたふるさと創生事業の交付金を活用した世界初の蜃気楼人工発生装置を備えたミラージュシアターが設置されていた。水中、乾燥展示館は建物をイメージした三角形とした。ミラージュシアターはガスや騒音が出るという発生装置の問題や子供向けのシナリオに不満という声があったため、1997年11月9日を最後に稼働停止。これに代わり1998年3月25日にはハイビジョンホールが竣工し、2009年3月には入場者が150万人を達成、2015年3月20日にリニューアルした。2018年4月14日には連絡通路、テーマ館1階などを無料ゾーンにし、エントランスホールにカフェを設け、リニューアルオープンした。同年1月より改修工事を行っていた。2019年夏には永井秀幸の 3D アート作品の展示を始めた。魚津埋没林博物館がある海岸では、富山湾の富山市方向や黒部市方向に蜃気楼が現れるが、1992年より博物館の学芸員が毎年の出現回数を1996年4月より回数に加えて3台のカメラと屋外の肉眼での観測を行い、AE の5段階評価で発表している。ありがとうございます。